皆さんこんにちは、クロウです。クロウのフクロウ日記ホビー始めていきます。今日紹介するトランスフォーマーはトランスフォーマームービーザベスト MB07 サウンドウェーブです。はい、こちらはですねトランスフォーマーの映画10周年を記念して販売されているシリーズですね。ムービーザベストシリーズになっていまして MB07 ということで7番目のものですね。ちょっとですね、オプティマスと、メガトロンと来てこのサウンドウェーブちょっと間の方は抜かしていくんですけれども、今後引き続きレビューしていきますのでよろしくお願いします。で、このサウンドウェーブなんですけれども、これはですね第3作目の映画ダークサイドムーンに出てきた敵キャラクターですね、ディセプティコンの残忍な潜伏者ということで、はい、情報参謀、戦闘能力も恐ろしいが、ハッキングや情報操作、潜伏や潜入、他のディセプティコンへの指令や連絡など情報戦でも脅威となり立ちふさがるということで、はい、第3作目の、ダークサイドムーンにも登場していて、あの人間だけれどもディセプティコンと手を組んでいたあの悪い社長と一緒にいたサンドウェーブですね。サムの彼女が悪い社長からもらった車というのが実はサンドウェーブということでした。で、これおもちゃ自体はですね、そのダークサイドムーンの放映されていた当時に販売されていたDD-09 サウンドウェーブというですね、おもちゃの成型色など内容物などを変えたものになっていまして、これ自体はですね通常のトランスフォーマーのおもちゃですね、デラックス版よりですねデラックスサイズよりちょっと大きめの、ボイジャークラスぐらいという大きさなんでしょうか。実はこれは、放映時に発売されていたムービーアドバンストのシリーズではなくて、これはですね、トランスフォーマーとあと映画に出てきた人間のキャラクターとセットになって販売されていた、ヒューマンアライアンスというですねシリーズがあったんですけれど、それをリカラーしたものになっています。なので実際はですね、ムービーアドバンストの方でもですねサウンドウェーブは発売されていたんですけれども、それと大きさとですね、あとは下半身の形などもですね変わっているものになります。なのでちょっとこれデラックスサイズのこのバンブルビーと比べてみると、同じですね実写なんですけれども一回りぐらい大きくなっているのがわかるかと思います。こんなサイズ感ですね。なのでこれはですね、このムービーザベストシリーズの中でもですね他の車アイアンハイドですとかラチェットとかいろいろ他の車のトランスフォーマーもいるんですけれども、それと比べてもですねひときわ大きな車になっています。はい、まずはビークルモードの状態を見ていきましょう。こちらですね、ベンツのスポーツタイプのビークルモードです。ちょっと車種までは詳しいことはわからないんですけれども、かなりかっこいいですね。このフロント部分にはもちろんベンツのマーク、そしてタイヤのホイールの中心部分にもこのベンツの特有のマークが造形されています。そして車体の裏側もですね、通常のトランスフォーマーですね、ムービーシリーズのトランスフォーマーは結構ですねビークル形態になって裏側見ると顔とかが丸見えだったりするんですけれども、さっきのこれですねバンブルビーの裏面はこんな感じですね。結構側の中にこの本体が入っているというおもちゃが多いんですけれども、これは本当にですね車の車体裏のような造形が多く作られています。そしてこのディセプティコンのマークも綺麗にですねしっかり印刷されています。タイヤはそれぞれが全部
ちゃんと回りますので、コロ走行もしっかりできます。そしてこのライトの部分、そしてフロント、サイド、リアのガラスの部分はすべてちょっと濃いめのですね、クリアパーツで作られています。こういったメッシュ部分もですね、ちゃんと編み編みが成形されています。本当にですね、ベンツのミニカーって言ってもわからないぐらいの造形がすごいですね。これは先ほどもですねお伝えしたんですが、ヒューマンアライアンスといって登場人物、映画の中の人間の登場人物とセットになって販売されていたおもちゃでしたので、このようにですね車のドアがしっかり開いて、このベンツのですねスポーツタイプの特有のガルウィングの状態でちゃんと開けることができて、中にはしっかりと座席もですね造形されています。こちら、そしてさらにすごいのはこのハンドルですね。ちゃんとこれハンドル回るんですね。でこれはですね、ちょっとその今回のムービーザベストシリーズで、リカラーで再販されるということにあたりまして、その当時ついていた人間のキャラクターのあの悪い社長のフィギュアはですね、今回はついてないんですけれども、当時ですねここに乗せることができた時の名残でピンがついています。お手持ちの小さなキャラクターを乗せて遊ぶこともできます。はい、それではビークルモードはこんな感じでした。本当に褒めどころしかないというような感じでですね、分割線もですねそんなに気にならない感じで、各ですねからあのビークルモードの時の造形に合ったような分割線がされているので、そこまで気にならないかと思います。ロボットモードへトランスフォームさせていきましょう。では行きましょう。まずはこのフロントのですねバンパーの左右のここの部分ですね、これが下にヒンジがあってですね、ここに爪をかけて、ちょっと爪を切ったばかりなので爪がかからないんですけれども、このように引っ張り出した後はこっちから押してあげながら前に引き出せます。引き出すとこんな感じですね、ちょっと斜めになります。そして反対側もこっちから出してあげればこんな感じで、ここが胸の部分になります。そうしたらあとはここですね、ここから綺麗に左右に、そしてここですね分けることができます。ピンがここの内側、そしてここ、そしてここに入っているので、それぞれ外していきます。まずはタイヤのここですねを外してあげると、ちょっと僕のはここが硬いです。ここですね、この白い部分、こちらもここが外れました。そしたら今度はここにちょっと若干外れてる部分を押しながら外してあげます。そしてあとはこの真ん中の部分ですね、中に入れたらやりやすいかもしれないです。外してここですね、結構このピンはしっかりしています。そしたらここに真ん中に骨組みが現れて、裏から見るとこんな感じになっています。そしてこの両脇のこの部分が、それぞれの右の腕と左腕にこれがなります。ここ上半身が大きい形ですね。ここまで来たらこの両サイドですね、
この両サイドがそれぞれの肩と腕になるので、ここの内側のこの部分ですね、ここの銀色の部分をこのままこういう風にしたいんですけれども、ここにですね腕の可動部があるので、これをまず下の方に引っ張ってあげます。そしてここの面がですね、ここにこう密着するようにできるよう、この大きな部分をどかしてあげながら、ここのピンにここの受けを差し込んであげます。そうすると、こうですね、そしたらこの部分を真横に上げてあげます。こうですね、そしたらこれが左の肩と腕になります。では反対側もこのパーツをこっちに持っていきたいので、まずはここの部分可動するので、この黒い部分ですねを下にまず動かすことで、ここがすっきりします。動かしながらここのピンをここの受けの穴に入れてあげるために、ここのヒンジで前に出してきてあげながら、ここでカチャッとこのようにですねくっつけてあげます。そしたら今度はこの黒い部分をガッと上まで上げてあげると、このようになります。そしたらあとはまずこのボンネットの部分を開けてあげます。中には顔が入っていて、このようにですねここまで出してあげて、あとは顔を引き出して、ここの土台の部分がちゃんとカチッというまで上げてあげます。ここから入れにくい場合は下の方からここで指で押せるようになっているので、このように押してあげることもできます。カチッというまで上げてあげたら固定されます。そしたらここのヒンジ、ボンネットをちゃんとここの溝にはまるまで、ここですね、見えるかな、カポッとちゃんと折りたためますので、折りたたんで上げます。後ろはちょっとこのままですね置いときましょう。まずは腕から変形させましょう。そしたら今度はこのガルウィングの部分をちょっと上に上げといて、ここで置いときます。そしたらここのですね、ここが車の側面だった部分ですね、前輪で後輪で、ここがドアの部分、そして座席だった部分のこのちっちゃなパーツ、これを後ろをちょっとずらしてあげることで、ここが動かせるようになるので、ここのボールジョイントを使ってこのようにずらします。するとここのパーツができてきますので、今度はボールジョイントをこっち側に畳んであげます。はい、そしたらこの上の前輪のパーツをこちら側に倒します。そうしたらここの部分、ここにヒンジがあるので、これを使って前に倒してあげます。そしたらここの部分で止まりますので、ここの感じですね、これが肩です。そしたら今度は腕ですね、腕の部分、車の時の座席と後輪の部分、これをこちら側に倒します。
こうですね。こうしたらこっちが前、こっちが後ろです。そしたらここが座席だった部分ですね。座席の背もたれだった部分を倒して、その後ろのパーツ、これをこっちに倒すことができます。これが指になります。そしたらこっちのこの黒いパーツ、これを倒して引き出してあげることで、3本指のうちの残り2本が出てきます。こういう手になります。そしたら後輪だった部分、これをヒンジがあって、ここにカチャッとすることで腕が完成ですね。腕はここで曲げることができます。そしたら腕の残りの部分、このピークルモードのガルウィングだった部分のガルウィングのここの部分が前にカチッと、これは上まで上げることでロックされます。そしたらここの部分で倒してあげて、この位置で OK です。では反対左側もやっていきましょう。はい、まずはもともとはこうだったものですね。車の側面だった部分ですね。これをドアを開けて、ここのピンを外してあげると、これがこのように動かせるようになります。そしたらこのパーツをここのボールジョイントを使って前に引き出してあげながら、今度はこっちに倒す。そしたら前輪を倒して、このパーツをここのヒンジを使って前の方にスライドさせる。はい、そしたら腕はこのサイドの部分を後ろの方に倒して、座席だった部分ですね、これを倒して、後ろのパーツを前に倒す。横の黒いパーツを倒して前に倒すと指ができます。そしてこのタイヤをこっち側に倒す。これで腕の完成です。そしてあとはここのガルウィングの部分、これをここに倒すことでロックがかかるので、あとはこの位置で OK です。はい、これで上半身の完成ですね。はい、上半身がここまで完成しました。あとは胴体と腰と足がこのパーツで全部作られます。はい、まずは、胴体をですね、固定させるためにここの部分ですね、これを動かします。ここにヒンジがそれぞれあってですね、ここに四角い部分があるんですけれど、ここをまずこのようにカコッと動かします。そしたら今度はここのヒンジを向こう側に倒します。ちょっとこうしますね。そしたら今度はここの部分をカポッと、ここの四角い部分をですね、このようにするとこんな形になります。もう一回やりましょう。もともとはこうだった部分ですね、こうだったものがこうとして、ここのこっち側に倒すとこうなります。はい、あとはここのピンが2つあるものをここに入れていきます。ここですね、上のこの
ヒンジがちゃんと上まで行ってロックがかかるようにしていけばここに届くようになります。あとはここをあーっと合体させます。たらここで背中と胴体が完成します。今この状態ですね。上半身、腕、胴体が出てきて、あとはここの部分も変形してないのはこの部分で、これで、腰と足が全てできます。はい、まずはですね、ここのこれが車の時の一番後ろの部分ですね。これをここの分割線から半分に割ります。こんな感じになります。はい、半分にしたらこれを今度はこのように曲げてあげます。そしたらこんな感じですね。今こうあるものを分割してこのようにしました。そしたら今度はこの分割したものをさらにここの分割線でさらに分けてあげます。パカッとパカッとしたら今度はこのようになります。こうだったものをこのようにします。そしたらここにですね、関節になる部分があるので、これを動かしてあげて、このライトだった部分があるパーツ、これが太ももになります。そしてこれが残りが足先になっていきます。では行きましょう。このちょっと見づらいですけれども、ここの部分、ここの部分のこの太いパーツをこの軸に合わせて、でこのように外側から下の方に倒します。今度は足の内側、はい、ここですね。ここに軸があって、このパーツが、銀色のパーツが前に出てきます。そしてこの黒いパーツを下まで倒すと、このように指みたいなものが出てきます。この後ろのパーツをくるっと下まで倒せばかかとの完成です。はい、こうしてあげることで、これが右足ですね。ここが太ももで、これが足先です。では反対側も、まずは外側のこの黒い部分をこのように倒してあげる。この銀色のパーツをここの軸に合わせて前に出していったところで、この黒いパーツを回転させる。そして最後にここの後ろのパーツを倒してかかとにしてあげれば、サンドウェーブトランスフォーム完了。はい、ちょっとですね、見えづらい部分もあったかと思いますが、申し訳ございませんが、これでサンドウェーブのロボットモードへのトランスフォームが完了です。全体の姿はこういった感じですね。上半身にボリュームがあって、下半身がちょっとこじんまりしたスタイルになっていますね。トランスフォーマーのムービーシリーズのディセプティコンのキャラクターに共通するこのクリーチャー感ですね。ちょっとモンスター感とでも言いましょうか。ごつくて凶悪な姿がちゃんとですね、描かれていて、映画にもですね、出てくるこのサンドウェーブのスタイルに近い感じですね。変形の難易度ではですね、やはりこの大きさの分ですね、結構手数も多く、細かな部分の変形もありですね、ダイナミックなところもあり、すごくですね、変形をさせるだけでも満足できるようなおもちゃになっていますね。では各部それぞれ見ていきましょう。
まず顔ですね。顔はこんな感じで塗装も綺麗にされています。全体のシルバーはすごくですね、輝きがあって綺麗です。その色と同様にですね、この頭部のシルバーも同じような塗装をしてあります。全体的にですね、体の至るところにこういう丸くて綺麗な造形っていうのが作られていて、おそらくなんですけれども、トランスフォーマーのですね、もともとの G1 のキャラクターサウンドウェーブがステレオですね、ラジカセの、トランスフォーマーだったのもあるかもしれませんが、スピーカーのようなですね、造形が各部分にあります。そして車体の下にあったディセプティコンのマークはこの左腕の肘の部分に現れています。はい、ベンツのマークもですね、胸の中心に来てかなりかっこいいですね。可動としては首がこのようにちゃんと土台の部分で回るようになっているので十分ですね。そしてこの顔の部分には前回のですね、メガトロンの時にディセプティコン側のおもちゃにはギミックがあるということをお伝えしたと思うんですけれども、このサンドウェーブの頭はこのように口が開閉するギミックが設けられています。肩、腕ですね、腕は全体的に先ほどのここの黒い部分の関節でぐるぐると回すこともできますし、上下にスイングもできます。あとは肘の部分でこのように90度ぐらい曲げられ、腕をロールさせることもできます。あとは指がですね、このように親指が動かせますし、中指、人差し指なんでしょうか、これも曲げてこのようにグーっぽい可動もさせることができます。胴体に関してはですね、先ほど変形の時見ていただいたかと思いますのでお分かりいただけるかと思いますが、胴体に関する可動というのはありません。あとは、腰の部分の股関節ですね、足がこのように軸で、あとはここの部分、内側、あとは膝、そしてあとは、各部の指なんでしょうか、これが動かせるということですね。この指自体がですね、自由に動くので設置性もちゃんとあって、このように立たせることは問題ないですね。背面はこんな感じになっていて、このガルウィングですとか車のボンネット、そしてフロントガラスなどが後ろに伸びていて、ちょっとウィングみたいな感じでかっこいいんじゃないでしょうか。大きさを比べてみましょう。まずは前回ご紹介したメガトロンですね、ディセプティコンのリーダー、破壊隊ってメガトロンと比較してみるとこんな感じですね。ダークサイドムーンのラストの方でですね、互いに戦ったバンブルビーとの比較になります。バンブルビーとこのサンドウェーブの比較的にはだいたいこんな感じでいいんじゃないでしょうか。はい、それではですね、トランスフォーム、可動造形などですね、いろいろ見てきましたので、この後はいつものようにいろいろキャラクターと絡めてポージングなどつけて遊んでいきたいと思います。We'll be right back.
はい、一通りですね、いろいろポージングなどつけて遊んでみましたけれども、いかがでしたでしょうか。はい、今回のですね、このサウンドウェーブに関しましては、今出てるこのムービーザベストシリーズの他の、おもちゃと違ってですね、ヒューマンアライアンスというですね、別の、ラインナップから、成型色や塗装などをですね、変えて再販したおもちゃになっていますので、ちょっとですね、まあバンブルミーなんかと比べてみたらちょっと毛色が違う感じの、タイプになっているかと思います。他のですね、トランスフォーマーの車のですね、ビークルモードなどと比べてもですね、一回りぐらい大きいものになっていましたので、そのおかげもありですね、ビークルモードのベンツの再現というのもですね、すごくできていて、かなりかっこよかったと思います。この大きさのおかげでですね、ロボットモードへトランスフォームというのもかなりですね、手数がありですね、変形させるのもですね、やりがいのあるトランスフォーマーのおもちゃになっているかと思います。そしてですね、この、ロボットモードに関しましては、映画の中のですね、携帯状態ですね、かなり近いものもあってですね、足の部分に関してはもうちょっとですね、映画はたくましい感じの足だったんですけれども、それでもですね、腕や顔、胸の部分の造形というのはリアルに表現されているかと思います。はい、それでは今日ご紹介したおもちゃは、タカラトミーより発売のトランスフォーマームービーザベスト MB07 サウンドウェーブでした。トランスフォーマーの映画の最新作、ラストナイトの情報もですね、続々出てきて、おもちゃの予約もですね、始まっていますが、引き続きですね、このムービーザベストの、レビューも続けていこうと思いますので、ぜひですね、今後もぜひ、ご覧ください。はい、それでは本日の動画は以上となります。この動画に関するご意見やご感想ありましたら、ぜひコメント欄の方にご記入よろしくお願いいたします。ぜひですね、チャンネル登録もお願いします。それでは、クロウでした。さようなら。バイバイ。